これから空手部の新入生オリエンテーションを始めたいと思います。空手部主将の立川大地です。よろしくお願いします。まず、空手について説明します。空手は琉球発祥の伝統武術で、主に型と組手の2種類があります。先ほどの動画にもあったように、一人で演武するのが型。防具をつけて相手と1対1で戦い、突きや蹴りでポイントを争うのが組手です。学院空手部ではどちらも練習しています。空手と聞くとマイナースポーツだと思う方が多いと思います。しかし、空手は世界で1億人以上の競技者がいると言われています。また、東京オリンピックの正式種目にも選ばれており、注目が深まっているスポーツです。競技人口について世界で1億人以上と言いましたが、この数字は日本でのメジャースポーツである野球や、他の武道である剣道や柔道などと比べて圧倒的に多い数字です。また、空手は世界的に人気なスポーツであり、国際交流の場において空手の経験があるというのは大きな武器になると思います。次に、学院空手部ならではの強みを紹介します。なんといっても学院は早稲田大学空手部と強いつながりがあります。そのため、学院出身の OB の方だけでなく、早稲田大学空手部出身で全国大会の優勝経験のある OB の方や、今現在もトップで活躍されている早稲田大学空手部の現役の選手の方など、一流の先輩方から指導をしていただける機会が数多くあります。また、個人のレベルに合わせて丁寧に指導していただけるため、初心者であっても上達することができます。現在、空手部には12人の部員が在籍しています。その中の8人は全くの未経験の状態で入部してきました。4人の経験者の中でも、中学の頃は他の部活をやっていたなどブランクのある状態で入ってきた人がほとんどです。また、空手部には他の部活や活動と兼務しているという人も多くいます。実際に中央幹事会に参加している人が2人もいます。また、模擬裁判プロジェクトや中国語同好会、ロシア語同好会など他の部活と兼務している人も数多くいます。他の部活と空手部でどっちに入るか迷っているという人はぜひ兼務も考えてみてください。次に年間スケジュールについて説明します。今年はコロナウイルスの影響で大きく変わってしまいましたが、例年はこのような年間スケジュールで活動しています。1年生は入部後、早稲田大学と合同で新入生歓迎会を行います。その後は夏の公式戦に向けて練習し、夏休みに入ると夏合宿が行われます。夏合宿では基本や型の稽古だけでなく、本格的な組手の稽古も経験してもらいます。その成果を秋の新人戦で発揮してもらいます。新人戦は1年生、2年生のみの出場なので、1年生が活躍するチャンスが十分にあります。そして2学期の終わりには早慶戦があります。空手の早慶戦は早稲田大学と合同で行います。公式戦とは違った厳かな雰囲気でとても盛り上がります。また3年生は早慶戦を最後に引退することになります。早慶戦が終わると期末テストを挟み納会が行われます。この納会で1年が終わります。これ以外にも昇級審査や昇段審査、また他校との交換稽古や合同稽古など様々なイベントが行われ充実した1年を送ることができます。活動日に関しては、火曜日、日曜日以外の月、水、木、金、土曜日です。平日は3時半から5時半まで、土曜日は1時半から3時半までの2時間の活動となっています。活動場所は第二体育館の地下の武道場です。第二体育館入ってもらって右側に階段があるため、そこを降りてもらうとわかると思います。最後に費用について説明します。あくまで目安ですが、部費が5000円。道着代2万円、防具代2万円、夏合宿代3万円、約7万円前後かかる計算になります。ただし、道着と防具は一度買ったら買い替える必要が基本的にはないため、2年目以降はほぼ合宿代だけとなります。少し高く感じるかもしれませんが、2年目以降はそこまでかからないため、ぜひ検討してみてください。これで空手部の新入生オリエンテーションを終わります。部員全員皆さんの入部を心からお待ちしております。概要欄に Facebook のリンクが貼ってあります。活動風景が気になる方はぜひ覗いてみてください。また各教室にポスターが貼ってあります。空手部に少しでも興味を持った方はぜひ参考にして気軽に連絡してみてください。
ありがとうございました。